アンモニアは分子式が NH3 ディスプラスタイルセ NH3 で表される無機化合物。常温常圧では無色の気体で特有の強い刺激臭を持つ。水によく溶けるため水溶液として使用されることも多く、化学工業では基礎的な窒素源として重要である。また生体において有毒であるため重要視される物質である。 塩基の程度は、水酸化ナトリウムより弱い、窒素原子状の孤立電子体の働きにより、金属作体の廃子となり、その場合は、安眠と呼ばれる、CU24NH3 Cu、CU42 ディスプラスタイル、セ、CU24NH3、イコール、CU42AG2NH3、AG2 ディスプラスタイル、セ、AG2NH3、イコール、AG2 名称の由来は、 古代エジプトのアモン神殿の近くからアンモニウム塩が産出したことによる、ラテン語のサルミューニアカムを語源とする、アモンの塩が意味する化合物は食塩と尿から合成されていた塩化アンモニウムである。アンモニアを初めて合成したのはジョゼフ・プリーストリーである。強薬酸はアンモニウム4、強薬塩基はアミド4である。 アンモニア分子は窒素を中心とする四面体構造をとっており、拡張点には三つの水素原子と一体の孤立電子体を持つ。常温常圧では無色で刺激臭のある可燃性気体。水に非常によく溶け、水溶液は塩基性を示す。様々な酸と反応して対応するアンモニウム塩を作る。また、有機反応において嗅覚剤として振る舞う。例えば、 ハロゲン化アルキルと反応して、アミンをカルボン酸ハロゲン化物やカルボン酸無水物と反応して、アミドを与える。塩化水素を近づけると塩化アンモニウムの白煙を生じる。ネスラー主役では、褐色の沈殿を生じる。アンモニアは液化しやすく、摂氏20度では0.857%で液化する。また、沸点が低く、摂氏33度と高いため寒冷地では陶器に。 自然に液化することもあり得る。液体アンモニアの性質は水と似ている。例えば、様々な物質を溶解し、液体アンモニア自体も水溶液と似た性質を示すことが多い。液体アンモニアの蒸発線熱は 1268Jg-1 であり、この値は水に次いで大きい。液体アンモニア中では弱い自己回離が存在し、低。 摂氏33度におけるイオン積は以下の通りである。2NH3NH2 ディスプラスタイルセ 2NH3 イコール NH2 ケースイコール1032.5ディスプラスタイル KM バックス S イコール10マイナス32.5液体アンモニアの白色ボンベ。日本においては内容物によって塗装飾が定められている。液体アンモニアはアルカリ金属。 アルカリドルイ金属およびユーロピウムなどを溶解する性質を持つ。アルカリ金属、特にセシウムの溶解度は非常に大きく、これらの金属の希薄溶液は溶媒は電子により青色を呈するが、濃厚溶液は金属光沢ブロンズ様の液体となる。液体アンモニアに溶解した金属ナトリウムは有機反応に利用される。さらに、金属溶液は高濃度で、 金属的な電動挙動を示すことが知られている。比有電率は低。摂氏33度において22.4等水に比べてはるかに低い。無機塩類の液体アンモニアに対する溶解度は一般的に低いが、アンモニアの排能力により溶過銀などは非常によく溶ける。人体においては摂取したタンパク質が肝臓で分解される過程でアンモニアが生じ。 さらに尿素へと変化する。肝機能が低下するなどしていると、汗がアンモニア臭いと感じられることがある。またアンモニアを吸引するなどした場合は量によっては危険であるため、血中アンモニア濃度を測定する。また、魚介類などの人間以外の生態については、環境水における濃度を測定する。粘膜に対する刺激性が強く、濃度0.1%以上のガス吸引で、 危険症状を提する悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の一つであり、毒物及び激物取り締まり法においても激物に指定されている。日本では高圧ガス保安法で毒性ガス及び可燃性ガスに指定され、白色のボンベを用い、毒性などの注意がきは赤で書くように定められている。液体状のものが飛散した場合は非常に危険で特に目に入った場合には、 失明に至る可能性が非常に高い。高濃度のガスを吸入した場合、刺激によるショックが呼吸停止を誘発することがある。生体において血中アンモニア濃度が高くなると中枢神経系に強く働き、意識障害が生じる。急性毒性通常の状態における空気中での因果性は知られていない。発火点は摂取651度で、 空気中のアンモニアが入油量が16-25%で爆発性ガスができる。液体アンモニアはハロゲン、強酸と接触すると激しく反応して爆発、飛散することがある。酸素中では燃焼し窒素酸化物を発生する。水酸化アンモニウムも酸性アンモニアの水に対する溶解度は気体としては非常に大きく濃厚水溶液が存在し、また密度は 濃度と伴いに減少し、市販の濃アンモニア水は25から28%程度のものが多く、26%のものは、モル濃度は13.8モルデシメートルマイナス3である。アンモニアは水に対しかなり発熱的に溶解し、また溶解に関するギブス自由エネルギー変化も負の値を取るため、水に非常に溶けやすいことになる。これは、極性のアンモニア分子が、 より極性の強い水分子と水素結合を形成するためである。NH3NH3 ディスプラスタイル、セ、NH3 イコール NH3 またアンモニア水は一部で塩離し、NH3H2ONH4O ディスプラスタイル、セ、NH3H2O イコール NH4O ハット、対、KB イコール1.85ディスプラスタイル、 キロバイトイコール一点八タイムズ十対五 pkb イコール四点七五ディスプラスタイル m バックス pkb イコール四点七五の3位延期平衡反応によってアンモニウムイオン n h 四と水酸化物イオン O マイナスが生じ塩基性を示すかつてアンモニア水の塩基性は水酸化アンモニウム n h 四 o が生成しこれが電離すると考えられていたが水溶液中には そのような科学種は認められず、また低温ではアンモニア S 水アエモの NH3H2O が生成するが、これはアンモニア分子と水分子が水素結合したものであり水酸化アンモニウムの構造ではない。また弱塩基のアンモニアを中和した塩であるアンモニウム塩は弱酸性を示すが、これはアンモニウムイオンの酸化入りによる塩基の強度は 共約酸の三回離定数で表記する場合が多い。NH4HNH3 ディスプラスタイル、セ、NH4 イコール HNH3KA イコール5 6 0 1 0ディスプラスタイル、カイコール 5.6×10 マイナス10プコイコール9.25ディスプラスタイルイコール9.25アンモニアの塩基乖離及びアンモニウムイオンの三回離に対するエンタルピー変化 ギブス自由エネルギー変化、エントロピー変化及び低圧モル比熱変化は以下の通りである。アンモニアの塩基解離に関しては電化の増加による水和の増加に伴いエントロピーの減少が見られるが、アンモニウムイオンの酸解離に関しては電化は変化しないためエントロピー変化は小さい。アンモニウムイオンはアンモニアに水素イオンが付加することにより生成し、 アンモニア水の電離によっても一部生成する一家の非、イオンであり、オニウムイオンの一種である、正四面体系構造をとる、アンモニウムイオンを含む、イオン結晶をアンモニウム塩と呼び、アンモニアと酸との中和反応によっても生成する。多くのものが水に可用であるが、火塩素酸塩、ヘキサクロロ白金酸塩などは、溶解度が低く、アンモニウム塩の溶解度は、 アンモニウムイオンと4半径の近いカリウム塩を及びルビジウム塩に類似する。加熱により分解し、火塩素酸アンモニウムなどは爆発する。現在ではアンモニアの工業生産はハーバーボッシュ法によるものが一般的である。実際のプラントでは水素と窒素を鉄触媒存在下25から35、んぱ、約摂氏500度で反応させると N23H22NH3 ディスプラスタイル、セ、N23H22NH3 の反応によって、アンモニアが生成する。詳細は、ハーバーボッシュ法を参照実験室レベルでは、アンモニア水を加熱するか、塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混合し熱する、などの方法で発生させることができる。水への溶解度が大きく、空気の平均分子量より小さいため、吸出して構わないならば、 情報痴化によって集めることができる。高電圧放電法雷と同じ方法で、空中で火花放電させて、窒素と酸素から酸化窒素脳を作り最後に硝酸とする。1905年に実用化したが、電力消費が極めて大きい。n 2 o 2 3 0 0 0 c 2 n o 6 0 0 c o 2 n o 2 h 2 o 2 n h o 3ディスプラスタイルマスム N2O2 スライタロ3000セルック C2 ノースライタロ600セルック CO22 の2スライタロ H2O2 の3石灰窒素法1901年ドイツ人フランクとカロによる方法でカルシウムカーバイドディスプラスタイルセを窒化させて石灰窒素を合成する手法電力は放電法の14 c a o 2 0 0 0 c 3 c c a c 2 0 0 0 c n 2 c a c n 2 3 h 2 o 2 n h 3ディスプラスタイルマスムタオスライタロ2000セルク c3ccac2 スライタロ1000セルク cn21002 スライタロ 3h2o2nh3 ルテニウム触媒用ザキ アキシカラによるハーバー法よりもオンアナ条件でアンモニアを合成できるルテニウム触媒を用いた合成法。c ー2アンペア7エレクトライドアルミーナセメントの構成成分を用いる方法で上圧320摂取400度で合成可能。モリブデン測体2010年には電源の酵素構造を参考にしてモリブデンを含む触媒により常温上圧でアンモニアを合成する手法が 発表された、ランタンコバルト金属管化合物貴金属触媒を使用しない方法。アンモニアは硝酸などの基礎化学品、硫安など窒素肥料の原料となるため、工業的に極めて重要な物質である。2008年度日本国内生産量は1、244,083トン、消費量は403,841トンである。 全世界の年間生産量は1.6億トンで、そのうち8割が肥料用であると言われている。それべい法が盛んに用いられた時期には炭酸ナトリウムを製造するための原料だった。液化したアンモニアはバーチ還元の溶媒として使用される。また、蒸発熱が大きいため、冷蔵機、冷凍機の冷媒として利用されているが、小型の機器では、 吸収式冷凍機を除きそのほとんどがフロンなどに変わられた。しかし新しい冷媒に比べオゾン層の破壊係数が少ないことから最近この用途で見直されつつある。また人工衛星などの宇宙開発用機器の冷却にも多く用いられている。前述のようにアンモニアは条件次第で燃焼し燃やしても代表的な温暖化ガスである二酸化炭素が発生しない。 このためアンモニアを火力発電用燃料として使う技術開発が行われている。微粉炭と混焼させたり、ガスタービン発電で燃料や空気の供給量、速度を調整したりする方法等が研究されている。水素をそのままの状態で保存するより、アンモニアの方が、沸点、蒸気圧を下げ簡単に液化できるため水素貯蔵の一つとして研究されている。アンモニアから、 水素の生成は、吸熱反応で、摂氏400度近い加熱された触媒によって、生成される。NH31.5H205N2ΔH イコールプラス4 5ールマイモル熱源は、ソフックのような高温の燃料電池の排熱を利用したり、アンモニアと空気の触媒燃焼によって賄うことができる。環境に、有害な窒素酸化物の発生を抑制するために、 火力発電所のボイラーなどに設置される、洗濯触媒還元脱症装置の還元剤として使用される。その他の用途冷肥との体内におけるアンモニアは、血液によって運ばれ、肝臓によって処理されるが、肝臓病などの疾病において、その処理機能が低下すると、高アンモニア血症を発症し脳障害など重大な影響を及ぼす。食品。 特に動物性食品のタンパク質やアミノ酸が微生物に分解されるとアンモニアが発生し一定の量を超えればいわゆる不敗臭を放つようになるアンモニアには毒性があるが微量であれば食物の風味付けに利用される草屋や,や本オフェなど刺激臭のする発酵食品の周期の主成分の一つはアンモニアであるまたアンモニアは食品添加物として認められ パンや洋菓子などの生地の膨張剤として使用される。この場合アンモニアは加熱過程で賞賛し、製品に残留しないことが要求されている。サメの体内にはアンモニアがあるために腐敗が遅い、冷蔵技術が普及する前、日本の山間部では腐敗や食中毒を起こさずに海岸部から運んでこられるサメが海の幸として珍重されていた。アンモニアはまた体内でも生成される。 食物に含まれるタンパク質や腸の分泌液に含まれる尿素が腸内細菌によって分解されるとアンモニアが生産され血液中に放出される血中アンモニアは肝臓で尿素やグルタミンに変換され無毒化される薬剤や肝硬変などで肝機能が低下した時には体内にアンモニアが蓄積され肝性脳症を発症する生物はタンパク質など 代謝の結果で不要となった窒素を貯蔵、排泄しなければならない。甲骨魚類や両生類の養成では主にアンモニアの形でそのまま排泄されるが、軟骨魚類、哺乳類や両生類の生態では主に尿素、爬虫類の多くや鳥類では尿酸に変換された、上で貯蔵、排泄される。電子技術総合研究所で神経回路の伝達の研究に使用されていた。 ヤリイカの飼育は当初困難だったが、松本元,元により、アンモニアを除去するために循環度化フィルター内にアンモニアを酸化する細菌と、それを還元する細菌の繁殖、保持により達成された。これは現在の海水魚飼育で基本的な技術となっている。牛などでは、タンパク質などの過剰摂取により、第一位内及び血液中のアンモニア濃度が上昇し、 アンモニア中毒となることがある。室内アンモニア濃度が午後20時以上の状態で、ラットを長時間飼育すると呼吸器系の炎症を引き起こす。ありがとうございます。